戸沢のり子さん、戸沢さん、おはようございます。聞こえますか？おはようございます。聞こえます、聞こえます。よかったです。今日はお外なんですね。そうなんです。あの実は、はいはい、私の自宅からすぐのところに、はい、あの、まあ、テルアビブというかイスラエルでもとても有名な市場がありまして、まあ、日本でいうとおそらくあの東京のアメ横ですとか京都の錦市場のような、ただあそこまで大きいかというとちょっと、まあ、規模で言うともう少しこじんまりしてるんですが、はい、でもテルアビブの食の台所としてはとてもあの有名なカルメル市場というところに今私はいます。カルメルですか？カルメル、はい、はい、カルメル市場です。でよくカルメルって同盟とか聞きますよね。カルメルって何なんでしたっけ？で私なんか聞きますね。はいはい、あ、すいません、実は私意味の方はちょっと今回、うん、あのここに来るにあの調べては来なかったんですが、ただここの市場はあのもう1920年100年ぐらい前にできた市場のようで、で、まあ、ここは今テルアビブの、うん、そうですね、中心、うん、そう音がうるさくなって中心なんですよ、中心にあるんですが、実はその20年代に、まあ、ヤッホというもう少し2キロぐらい南に降りたところにアラブ人たちがたくさん住んでたんですね。で逆に北の、 あの反対の北の方にロシア系のユダヤ人が、まあ、どんどん開発をしていったのが今のテルアビブの前身になるんですけど、その間にできた、まあ、そこをつなぐ道路のまあ、ちょうど中間にできたのがこの市場。市場なんですね。はい、今後ろからなんか音が聞こえてますね。少しじゃあ音楽を聞かせてもらって少し音を聞いてもらいましょうか。この音は何ですか？建設中の音？今聞こえてた。いや実は皆さん今あのお店をオープンしてる音なんですね。これお店オープン、お店と 朝だからそちらの今、そうね、でもね、はい、お店、ただお店といっても皆さん、お店さんが想像する日本のお店とは違っていて、うん、こうどちらかというと屋台に近いようなお店、屋台といっても木ではなくて、うん、鉄の、まあ、あの大きなロッカーみたいなものが大きな一つのお店の、あのよくニューヨークの街中にあのやるような屋台みたいなやつかな。それとはまた違う。そうです、そうです、そうです、ね、それともうちょっと違うんですけど、ええ、でもあの鉄の四角い、そうですね、これ2メーター×1メーター80ぐらい、その大きなこう正方形の箱があって、うん、高さがだいたい私は1メーター20ぐらいだと思うんですけど、その箱にいろんな商品が入ってるんですね。皆さん売られる洋服とか食品とか、うん、あとそうですね、食器とかそういったものを今その鉄の箱を開けて、皆さんそこのお店を、そこにお店としてここでこう商品を出して販売してるんですね。あ、なるほどね。今ちょうどお聞きしようと思ってたんですけど、じゃあそこに並べられるものはまず洋服とかですね、それから食品、例えば食品、はい、私たちなんか思っちゃうのはこうなんとなくコーヒーとかそういうパンとかベーグルとかそういうものかなとか思っちゃったりするんですが、どんなものが並ぶんですか？このカルメル市場っていうのは先ほど、うん、あのちらっとお話ししたように、うん、まあ、あの北側の入り口と南側の、まあ、入り口があって、ここ一本の回廊をつなぐ、はい、一本の回廊でつながってるんですね。で北口の方は、まあ、アレンビーというとてもそのテルアビブでも大きな通りに、面してるんですが、はい、そこからずっと南に下っていくと、はい、最初に大体あるのが洋服屋さんなんですね。洋服とか小物雑貨、あと食器。あ、洋服ってそういうとこで買うの？あのお店とかじゃなくてとか、そういうわけではない？あ、いや、こういうとこでも買います。あの当然あの日本のようにあのファッションビルのようなモールもあるので、うん、だけどここでは洋服持ってるんですね、まず。うーん、どんな洋服ですか？で洋服、その民族衣装みたいなでもなくて、いやいや、もう全然皆さんが普通に普段着られる T シャツであるとか、ただあとここもう一つ特徴的なのは、うん、この南側の出口から歩いて、うん、200〜300メートルにもう海が、海岸があるんですね。なので水着を売っていたり、例えばあのビーチに敷く布のシート、こちらはビニールシートじゃなくて皆さん布のこう大きな布をこうビーチに敷いて過ごすことが、そう、布なんです、薄い布なんですけど、それは何、あの濡れちゃったりしないんですかね、その
あんまり気にならない。でもそういうことはあまり気にならない。まあ、若い人の方がビニールよりはいいわね、その環境的には。ただあと、いわゆる日本と違って湿度がないので、こちらは、まあ、テルアビブはそれでも湿度があるとは言われながらも、うん、日本に比べると湿度は低いので、うん、まあ、海岸にいてもベタつき感があるわけで、湿度がさらっとしているので、うん、なので皆さんビニールシートというよりはもう布の、まあ、本当に女性の方が使われる綿 の、 スカーフみたいな、こういったものの大きな布を、うん、まあ、こちらの市場で、まあ、市場がビーチが近いので売っていられたり、うん、あと今私が、まあ、歩いてはいるんですが、うん、まあ、本当に男性用の T シャツや肌着や、まあ、今ちょっとお店開けてる金具の音が聞こえますけど、うんうん、そうですね、あと女性の方の下着が売ってたり、うん、なんか雰囲気が伝わってきますね。なんかイスラエルと距離が全然ないみたい、こうやって聞いているとなんかすぐ目の前のスピーカーからなんかそのカルメル丸市場のなんか音が聞こえてきて、とっても不思議なんですけど、この、まあ、目の前にこのなんかね市場があるみたいですね、なんか本当に。あ、で私は今立ってるお店は今度はユダヤ教の宗教的な小物を売ってらっしゃるお店で、まあ、本当にその洋服屋さんの隣に、まあ、お土産兼、まあ、宗教者の方がこう買えるような、まあ、宗教的な小物が売ってらっしゃるお店があったり、うん、今ちょっと、まあ、私は今南の方に下っているんですけど、うん、はい、途中から多分もっと賑やかになってくるのが、うん、まあ、食べ物屋さんが今度始まるんですね、うん、屋台がこちらは非常に、食品の自給率が 80% と言われていて、うん、すごい。そうなんですね。それだけではなくて、まあ、地中海に面しているのが美味しい果物がたくさんあるんですね。なのでジューススタンドというのがとても、まあ、町のテルアビブの町のあちこちにあるんですが、今並んでいる果物はもうオレンジがやはりこちら地中海に面しているので、オレンジやザクロ、ココナッツ、レモン、バナナ、あと、パイナップル、レモン、バナナ、そうです。はい、でザクロも日本のザクロの大体2倍から3倍ぐらいの大きなザクロなんですけど、これをこうジュースでね、お願いしてジュースを作ってもらう。こちらですごくポピュラーなのは人参のジュースなんですね、うん、日本の人参みたいな感じの味ですか？ちょっと違うんですか？いや、味はねそんなに変わらないです。ただ、うん、本当に人参2本3本をこう1本のジュースにするような感じで、うん、はい、だいたいそういうの1杯いくらぐらいするんですね、値段的には。日本の感じと比べてどうなのかなと。ポケットはカマジオレミチゲゼルカタン、うん、カジェルカメンカメンそれが大体5シュケルなので、うん、日本円で150円から170円ぐらいでしょうか、小さいサイズで。じゃあ日本と比べてもね、そんなに物価が高いというわけではないんだね、そういうものに関して言えば。そうですね、ただ、うん、外食そのものは結構こちらは以前お話したんですが、うん、テルアビブは特に、晩食は結構高いので、うん、もうランチとか皆さんサンドイッチで食べたりすると大体1500円ぐらい、うん、ね、え、収入が高くないとなかなか外食ができないですね、本当に。そうなんです、うん、今私は屋台の近くスパイス屋さんです。スパイス屋さんの前にいます。スパイク、ま、スパイスですね、スパイス、こちらはやはり、うん、スパイスですね、スパイス、うん、はい、スパイス屋さんといって、うん、本当に鉄の小さなこうボウルのような中にターメリックやクミンやバジルやそういったスパイスと、うん、はい、あとドライフルーツ、ドライフルーツいっぱいあるんですか、はい、たくさん売ってるお店が今前に通り過ぎていきます。ちょっと音が聞こえますかね、今ヘブレ、はい、でここから少しずつ野菜や何かを売っているこう通りの方に今入っていってるんですが、うん、
あ、こう何列にもなって、今ドライフルーツ、あ、なんかこう列がいくつかできてるんですか。ずっと一列でこう行くんですか、野菜に。あ、そうですね、一列ですね、うん、メインは、うん、あの北から南までメインストリートがあって、まあ、そこの左右に小さなストリートがあるんですが、ただほとんどこのメインがあの、うん、お店の中心ですね。今私がいるのは豆屋さんの前ですね。インゲンですとかスナップエンドウとか、あと、では、日本で言うとレンズ豆とか、そら豆ですね、そら豆が、はい、豆だけを売ってるあの野菜屋さんがあったり、なんか後ろにすごい元気なあの声が聞こえますよ、あの皆さん作業してる声っていうか。そうなんです、皆さん今あのちょうど煮出しをしてるので、あと果物です、今はブドウ、ブドウ、いちご、ぶどう、柿、いちご、あと、そうですね、先ほどジュースターさんにもあった、まあ、ザクロ、メロン、なんかぶどうって日本だと秋のイメージがあるんですが、今、まあ、そっか、一年中取れる、あれしてるのかな、そうですね、デラウェアではなくて、どちらかっていうと、もう少し粒の大きい、あのタイプの、あのぶどうですね、こちらデラウェアは見たことがないので、あとアーチ、今、野菜屋さんの方はアーチチョークがあったり、あの、日本では見たことがないんですが、コロラビという、カブのような野菜、これコロラビというんですけど、はい、こういった野菜があったりとか、今皆さんあの多分9時なので見出しをとってもよくあのやってらっしゃってるので、こんなにぎやかな感じが、あとオリーブ屋さんですかね、日本でなかなかないオリーブだけを売ってる、オリーブ屋さんってなんか興味ありますね。オリーブをどんな風に売るんですか。黒いオリーブや緑のオリーブをこうオリーブオイルにつけて売ってらっしゃいますね、はい、色でいうと緑、赤、普通の皆さんたち黒いオリーブ、あと中にこうちょっとチリが入ってるオリーブ、ニンニクが入ってるオリーブ、あとちょっとベージュっぽいオリーブ、あとオリーブオイル、なんかそういったものがこう、あの鉄のボールのようなものにそれぞれ分けられて、あのとてもカラフルで綺麗です。日本では今全部で20種類ぐらいあるんでしょうか、お店の前に。すごいですね、これ 80% もなんか自給してるっていうのもすごいなと思うし、あのあれですかね、やっぱりこの、まあ、あのなんていうかその線、なんていうかこう場所、土地、あの土地的にはいろいろあるだろうけども、そういう食料とかに関してはものすごくなんか強そうですね、その 80% も自給してるなんてね。そうですね、あのかつても日本もあの例えば八百屋さん、果物屋さんという、こう、まあ、ちょっと話違うんですけど、分かれちゃったと思って、今まだこちらの市場はそれぞれ、果物屋さん、八百屋さんって、ああいうふうに分かれていて、なんかやはり、あの、イスラエルは日本の四国ほどのサイズの国で、はい、あの、まあ、本当にその土地の面積の中でも、砂漠である部分があるんですが、はいはい、逆にイスラエルは、あのそういったところを農業、あ、技術の開発によって、まあ、こういう、こう、農産物の自給率を 80% ぐらいまで上げてるようです。やっぱり、あの、ね、そういう意味では日本とかもすごい参考になる部分もありますよね。今私はあの、アラブのお菓子屋さんのお店に当たってるんですが、実はこの市場、結構あの、行ってらっしゃる方たちの中には、アラブ系のイスラエル人の方も多いんですね。なので、あの、ユダヤ系とアラブ系の方が、のイスラエル人の方がこう、一緒に働いている。だから、お店の中に、アラビア語を耳にすることも、今私はパン屋さんの前にいるんですが、この方たちは、いつもアラビア語で話してらっしゃっていて、ボケトー、ボケトー、あ、ボケトー、おはようございます。はい、で、パンも、あの、でもそうは言いながらも、あの、イタリア教で使う、イタリア教の食事で使う、ハラーというパンも作ってらっしゃったり、あの、逆に本当に、まあ、あのイスラエルが特別イスラエル料理がないというふうに言われてはいるんですが、逆にいろんなさまざまな移民や
ここのイスラエルに暮らしているアラブ系イスラエルの方たちのその文化とこう融合した形で、まあ、本当はそれだけではなくいろんなガザや、西岸地区との、軍事的な対立というのは本当にそれはもう背中合わせで私たちは日々感じるんですが、まあ、逆にそういったものとも違うそういったこう混ざっ文化的なこうなんて言うんでしょう混ざり方というのも、この市場の中にはあるということです。皆さん言語的にはいろんな言語を理解できるんですか？そのいや、ですね、やはりメインはヘブライ語ですね。あ、じゃあ皆さんヘブライ語をなんとなく理解していて、アラブの言葉とかそういうのもの方も皆さんヘブライ語である程度。そうですね、そうですね、接客に関しては皆さんヘブライ語を使われて、でも同じ仲間内アラブ系の方たちの仲間内ではアラビア語で話してらっしゃる。で私は今ちょっとあと時間どれぐらいでしょうか、もしかしてあと3分ぐらいですね。はい、あ、そうですか、はい、じゃあそうですね、今ちょっと脇道にそれて移動してるここはそうですね、はい、そのお店はレストランの前に渡ってるんですが、ここはギリシャ料理のお店ですね。ギリシャ料理、ギリシャ料理、はい、ギリシャ料理ですね。あとここは、まあ、イスラエルの、郷土料理的な、郷土は何ですか、まあ、イスラエル移民の中の、ミズラヒという、モロッコ系のユダヤ人が、作ってる料理ですね。すいません、ちょっとうるさいトラックの。いや、なんかとても臨場感があって、なんかそのなんか旅の異国情緒の雰囲気が伝わってきて面白いですと。はい、あとですね、こちらは皆さんのユダヤ教なので、はい、豚肉は一切口にはユダヤ教を信仰している方はされないので、メインは鶏肉なんですね。鶏肉、牛肉、あとラム。で今私お肉屋さんの前にいるんですが、今鶏肉、まあ、本当に鶏肉しか売ってないお店ですね。鶏のあらゆる部分が売ってるというか、はい、値段的には日本とより、あでもね、安いかな、安いかもしれないですね、日本よりも。はい、そうですか、すごい貴重な情報。はい、あと鶏も、ほとんど自給自足なので、まあ、そういったユダヤ教の、信仰している方は鶏肉もしくは、牛肉、まあ、メインが鶏肉なので、そういった意味で鶏肉はほとんど自給自足に多分2つ近い形でやっていると思います。だって今魚屋さんの前にいるんですけど、魚がなかなか、そうですね、ポケット魚といっても、まあ、サーモン、これは何でしょうね、タラのような、あとムール貝、エビ、アタリガニ、タコ、あとイカはちょっとこれ何でしょうね、イカといっても日本にあるような大きいイカではなくて小さなタイプのイカ、あとちょっと見たことのない赤い魚なんですよね。これはちょっと映像で皆さんに見てご覧になっていただきたいくらいですけど、あとマグロ、あとでぜひ、そんなもんが並んでます。はい、はい、すごい楽しみ。なんかぜひそのお魚屋さんとかいろんな写真をちょっと後で送っていただけると嬉しいかなと思いますけども、はい、はい、今日はこんな感じで市場から中継させていただきました。もうすごく素晴らしいです。とてもなんかこう自分も一緒にイスラエルに行った感じがとても楽しめました。朝早くからお忙しいのにありがとうございました。あ、よかったです。はい、はい、じゃあどうも、失礼いたします。ありがとうございました。はい、失礼します。はい、はい、イスラエルから戸澤のり子さんの中継でした。川越の架け橋コーナーでした。